い、そして女子かしまし物語なんですけども、この曲は私たちにとってはですね、最後の卒業、最後のシングルなんですけども、そうですね、なんだろう、ミニモニの辻ちゃんですの後に続く自分の名前が入るという曲なんですけども、曲に自分の名前が入るっていうのは、まして全員の名前が入るっていうのは、もうつんくさんしかできないなっていう風に思いますね。あとはあの PV 撮影を都電の電車の中で撮ったんですけど、都電は昔からあのおじいちゃんに会いに行く旅に乗っていた思い出の結構昔から乗っている電車だったので、その中で、なんだろう、こう自分のモーニング娘。最後の曲を撮影できるっていうのは、おじいちゃん高校っていうか、おじいちゃんおばあちゃん高校ができたのかなっていうのも、多少ありますね。あとはそうですね、なんだろう、まあ、曲も曲ですごくノリノリな曲だったので、こう卒業とか最後っていう気持ちはなくて、そんなにこう終わっちゃうっていうのも忘れさせてくれるような曲だったので、テレビ収録だったり PV 撮影中はあんまりそういった気持ちにはならなかったんですけど、でもコンサートとかでやっぱりやると、あ、なんかうるってきたりとかも、で自分のパートのところがなんかちょっとこう落ちるんですよ、曲がちょっとこう落ち着くところで歌ったりするので、そこがちょっと卒業かって思ったりとかはしますけど、でもなんだろう、まあ WU っていうユニット名が決まっていたので、ここで頑張ってそれをバネにして頑張ろうっていうのは二人で思ってたと思います。合コン日時が決まった日っていうあの歌詞なんですけど、全く意味が分かんなくて、未だに何であの歌詞なんだろうっていうのは、結構みんなこうそれぞれの歌詞を見ると、見たり聞いたりすると、ああ確かに確かにっていうのもあるんですけど、自分のところだけがなんで合コン日時っていうのは、まあ、当時も思ってたし、25位になった未だにわからないです。ただつんくさんに聞くあまり勇気もなくて、なんか未だに意味がわからないままこの状況みたいな感じになっちゃってるんですけど、でもそれはまあいつかわかるのかなっていうのは思ってます。その怒られたことも今わかったと同じように、その未だにわからない歌詞、それに関してじゃなくても未だにわからない歌詞の意味とかも、多分この先いろんな経験をしていく上で多分わかっていくのかなっていうのは思っているので、そうですね。でも最後のモーニング娘。自分たちにとって最後の曲は自分の名前が入って、なんだろう、大好きな都電の中で撮影ができて、すごく自分にとってはすごいいい曲で卒業できたのかなっていうふうには思います。その一個前の曲で卒業しちゃってたら、あー出たかったなって絶対思うような曲なので、それはすごく一緒に歌って踊れることができてよかったなっていうのは本当に思います。